おはようございます。よろしくお願いします。いけ。お。大丈夫これ。モザイクかけた方がいいんじゃないですか。おい。どこ行こう。ワンちゃんね、ワンちゃん、本当に剣のため、剣のために、まあありかも。おはようございます、レンジローです。よろしくお願いします。すごい、混んでる。ああ、でも案外空いてるんですね、まだパチンコは。いや、結構全然空いてるな。そんな剣しなくてもいいわ、これなら。キャプテン翼どこ？あ、キャプテン翼はある。アマだよな、これもさすがに。お次は再地球だわ若林まであったわダッシュダッシュダッシュトクトクティ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 はい、ということでおはようございます。ハリウッドザコシショウさんのモノマネから始めさせていただきました。そのバックステージのレンジローです。ということで静岡県、本当にね、埼玉と同じこう自然の良さと人の良さ、まあ静岡の方からしたら埼玉と一緒に住んだよって思うかもしれないんですけれども、逆に我々埼玉県民からしたら静岡って同じなんだ、はい仲間っていう感じなので、ぜひね静岡の方仲間になりましょう。そして今日取った台がキャプテン翼若林バージョンということで、まあ前回デボマンで負けました、タコ負けしたんですよ。レンチャン系でリベンジしたいなというのが頭にあって、今回の若林バージョンはスペック外でまんま原産タイプとなって出てきたので、あ、ちょうどリベンジするにはいいのかなと思い取らせていただきました。初打ちなんですけれども、いっぱい出して、まあ皆さんに面白さを伝えていければなと思っております。そして最後にミッションがございます。その内容がこちら。どうもレンジローです。新しいミッションが始まりました。今回は各チャンネルで合計100ポイント達成せよ。ルールがこちら。2022年11月30日までに達成で豪華まるまる旅行、未達成で恐怖のまるまる生活、毎月10ポイント以上獲得していない場合は2人揃って隣駅で罰ゲーム登場。まあ、あのおかげさまで今月割とポイントは稼がせていただいているんですけれども、足りない、強欲に行かなきゃ。今月の20ポイント目指せるように頑張ります。はい、ということで、まあ、初静岡県、まさかの一緒にど根性をやってやりたいという方が来てくださいました。お願いします。あ、もうね、もうよろしくお願いします。ジャギ様とジャギ様とジャギ様ですね、はい。じゃあ2人のジャギ様と一緒に初めてのど根性やっていきたいと思います。やり方分かってます、大丈夫ですかね。 だいたいこんな感じでせーのっていうのでお願いします。じゃあいきます。本日マルハン草薙アピア店様でいきますよ。せーの、ど根性ど根性行きましょう。キャプテン翼若林バージョン。俺もねスロバッチのゴールキーパーの存在でありたい。1枚目いきます。はい、というわけで、まあ新台の若林バージョン打ってるいるんですけれども、まあ、全国的に導入台数もそこまで多くなくて、なかなか皆様お目にかかる機会が少ないと思うんですよ。せっかくなんでね、こうやって動画で面白いところを伝えていって、まあ、もし見つけた際にね打つきっかけになればいいなと思っております。ね、パチンコ屋さんにバラエティに1台あるやつをねこぞって打ちに行くかって言ったらなかなかないじゃないですか、僕みたいな変人じゃないと。だからこれを見てちょっとでもね面白そうだなと思っていただけたらね、そう、何も抵抗なくねダッシュダッシュダッシュってできると思うんで、まあ、なんでまあ右の良さ、気持ちよさをね体験していこうかなと思います。はい、ということでまずスペックの方からお話しさせていただきますと、まあ、前回と打って変わって核変プラス小当たり機ではなくなりました。いわゆる原産タイプ、即当たりタイプになっております。319分の1、そして突入率が 60%、 そして右の継続率 94% と、なおかつ U タイムついてます。959回転で、まあ、ラッシュ入りますっていう。でもサンセスさんね、甘いの作りすぎてる、わかんない、甘いのか辛いのかわかんないけど僕にとっては甘い、こんなので。ですね、次に注目演出として、まず黄金の夢アンダー23編、これがまあ一番強くて 73% ございます。
で次に大空へ羽ばたけリーチ、これ 72% とまあ変わらず強いです。で最後は宿命の対決 SP、 こちらが 56% と。でですね、今回のキャプテン翼推しキャラが選択できまして、僕は今大空翼くんを選択してるんですけれども、これが保留に使われたら3割ございます。で別格で熱いのが、先読みの段階で赤いユニフォームが来たらそれだけで 94% ともうぶっ飛んでます。でまあ街頭で赤来たらそれはそれで熱いと思います。これね、すごい1個ね、すごいことを発見したんですよ僕。なんで若林バージョンなのかっていう、これ完全にゲンさんと一緒なんですよ。なぜかというと、若林くんの下の名前とゲンさんの名前一緒なんですよね。同じ現像なんですよ。田村現像と若林現像、田村現像があのスペックだから、じゃあ若林現像サッカーのゲンさんにしちゃえと。ですよね、三成さん、これ正解ですよね。2枚目、今日は何でも屋さんになりますわ。攻めも守りもできる、まるでアイシールド21のタキカのように。あはは、いきます。3枚目、早い。いやー今日もか、朝一から U タイム目指してるみたいになってるよ。よくない、当てなきゃ早く。いい意味であっさりしすぎてて、熱いのが1個も来てない。まだあっさり3枚目いっちゃってる、よろしくない。昨日もまあ休みで予定があったんで、まあ、パッチセブンのセセリさんと乗り打ちしてたんですけども、もうエバーとリゼロで玉食いしかしてなかったんです、セセリさんの。申し訳なくなっちゃうんですよね、乗り打ちしてると。お互い出しておーよかったねとかじゃないですよ。もうすいませんすいませんすいませんって玉をひたすらもらってた。あら、やった、これで黄金の夢は行きます。ちゃう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 、そう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 、アンダー23 OK、 大丈夫、チャンスアップ発生させてステージを上げていこう。ワールドユースにまず上げよう。ダメだね。オーケーオーケーオーケー、あれチャンスアップ、赤なんだけど、ワッチャン、ワッチャンじゃない、おお勝ったっと。マジあんだけで当たんの、上がらずここで当たりました。焼くものめっちゃかっこいいね。3% よ、ジュニアユース。あ、やばい、振り分け、これバトルボーナスが多いな。ドーン、まあラウンド中に60% 取ってるか取ってないか決める方のボーナスですね。OK、 まあ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 、技が重要でしょう絶対。え、黄金の芝、これはデフォルトそうだな。でもからのオーバーヘッド、ハイスピードトルネードスカイアルファ、熱そうに見えんだけど、いけるの、やったやった、早い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 、これで来ました 94%。こっから4回転で、まあ2分の1、まあ、1.99 とかですかね、2分の1、まあ、仕様はもう大体わかる、弦の字同じ弦いきます。はいはい、よし、理解しました。わあ、もう既視感しかない、もうまんまですね。でタイムありますと、行こうか。オーケー、すごいね、キャプテン翼でこれが見れるとは思わなかった。
何か来たら当たる。これは逆に早いって、これやばいって。全然デビルマンよ。いや、なんか体感デビルマンとかゲンさんより早く見えますけどね。やっぱサッカーやってるからかな、早く感じる。いや、振り分けは、まあ、ほとんど 85% ぐらいが3ラウンドで当たり当たりで、 15% ぐらいが、まあ、マックスラウンドみたいなイメージで大丈夫です。で、あとは薄いところ 1% ずつぐらい、3ラウンドもマックスラウンドを取った時も、まあ、次回格のボーナスがあるよといった認識で大丈夫です。はい、3、2、やばい、1、やばいやばい、ラスト。ファイナルジャッジとかないんだ。あ、よかった。ちょっと全然わかんない。あ、ゲンさんみたいにファイナルジャッジがない。これちゃんめちゃめちゃ早いんじゃないの。やっぱ4回転全部あれでした。いや、今うまい戻しをしたと思うんですけど、ごめんなさい、これで僕の先入観がいけない。あの、ファイナルジャッジあると思ったわ。あ、もうまたラストだ。あ、終わったわ。なんで今戻したやん。お願いお願い、もう一回出てきて。うわー、ない。いや、あるでしょあるでしょあるでしょ、まだだまだだ。5連かな。非常にシンプルですね。どこかランマ2分の1を放出させる終わり方をされましたね。いや、なるほど。ちょっと追いつくので精一杯だった今の。ちょっとね、 94% 継続にしてはやるせなかった。次頑張りますわ、全力で。もう本当にサッカーの原産ですね、これは、うん、お、なんだ、入賞時どでかい音と羽、レビー、ブラックラグーン。うわー、びっくり。赤ユリオン、これ 94% よ。その先読みの時点で赤保留が使われてたら 94% って、まあ、朝唯一説明したところなんですけど、これ当たるでしょ。で、しかも推しキャラが出てるので、翼くんでこの前出ます。保留はこれは何、ワールドユース、あ、違う、ライバル、あ、新強敵、これブラジルのね、キャラ、カルロス・サンダーナ、サンターナ。おお、これもしかしてアンダー23いくんじゃない、金だし。いや、もうあり、おお、来たわ。やっぱこれ一番熱いっすよ。 73% ございます。あー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 、おー、賛成さんだわ。すごい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 、ぶっ飛んでるわ。めちゃめちゃかっこいい。しかも当たりや、当たり、こんなもん当たりや。いけー、よいしょー、速報出し、素晴らしい、素晴らしすぎる。ああ、ああ、ああ、めちゃめちゃかっこいい。何、新強敵図柄って何ですか。知らない知らない、分かんねえよこれ。なんで強敵図柄って。もうだったら言ってくれ、もう一回やり直してくれ。あ、 OKOKOK、 サムの2、さっきより増えてる。あれ、なんで、さあ、世界に挑戦。はい、皆さんね、どうでしたか。逆に、ね、さっきあんなあっさり終わっちゃったから、もう一回ね、お見せしたいなと思ったら、多分お見せする機会がまたできました。まあ同じ、ここは。いや、特にないな。いや、さっきと同じだな。ボタン、あれ、ボタンないんだけど。うわっと、止められてしまった。
ボタンがチャンスアップ？嘘やん！ダメ？弾的には今2000発とプラスというかさっきよりか増えてるんで、まあ、よかったんですけど、なんなら入れたかったな。いやー時間当てます。もう一回デカボタン。うますぎ。おい急に当たるようになったぞ。ああ早えって。いやまだ復活。なんでこんなあっさり終わる。で出玉的には4700発とトントンに近づけることには成功したんですけど、まくってもないし、なんか連チャン7連っていうね、ちょっと微妙いんで、ちょっともっともう一歩先の若林くんを経験したい。あると思う、もう一歩先に若林くんが。はい、ではここでバルハン草薙アピア店様の出玉紹介していこうと思います。まず最初にガロですね。でも終日はお客様変わることなく打たれている印象でした。ただ全体的に当たりがついていて稼働状況はとても良かったと思います。続きまして、ユニコーンを含めた、まあ、複数台機種のボックスになります。ですごい、今ユニコーン目の前で2万発オーバーしてますね。あ、ベルセルク武装もすごいですね。当たり27回ついております。ゴッドイーターの方がすごいですね。36回、一撃26連されてるんで、もう今3万5000発ぐらい持たれていますね。で次、ガンツ極み最高出玉2万2000発と。はい、ということで以上が出玉紹介となります。あの本当に初めて来させていただいたんですけれども、今紹介させていただいたもの以外の、まあ、北斗武装であったりとか、僕が座っていたバラコーナーであったりとか、全体的に稼働が良くて、空き台が、まあ、それこそあのアマとかでしか見つからない状況だったので、めちゃめちゃ強かったと思います。でですね、スロットの方は結び取材が入っておりまして、まあ、パチンコスロット両方ともアプリの記事で見れるので、ぜひ見てみてください。それでは風間のかちゃんと一緒にどうぞ。ど根性。前回のデビルマンと違い、なんか初当たりポンポンポン取れてるから頑張れる。気分的にも頑張れる。よりかはもうちょっと右をやりたい、楽しくやりたい。あと俺今日やりたいことがありまして、1個、静岡県ってまあお茶がめちゃめちゃ有名で、なおかつ水もものすごく美味しいんですよ。普通にいつも僕が飲んでる16茶だったりとか、生茶だったりと、その静岡のお茶を飲み比べてみたい。どんぐらい美味しいんだろうっていう。僕はこうやってアイマスクした状態でこうやってやって、静岡のお茶当てます。買ったらいいお茶飲みたいね。好きなんですよお茶。こんなおデブちゃんなのに割と水とお茶しか飲まないです。たまにレッドブルゼロシュガー飲みますけど。ギンギラギンさりげなく、いい歌だわ。うお、あだただだあだた、これはもう 94% という名の当たり。よいしょ、すげえ、いろんな歌聴いてたら当たってるわ。これどれが来る。おーっと、オッケーオッケーオッケー、さっき来たやつね。推しカットインみたいな、萌えカットイン的なね。この最後の仕事だ。いいね、男版萌えカットイン、かっこいい。足長っ。世界の扉、真理を見つけよう。あんなダイレクトにボーン来る。少ない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 、強引すぎるよ。6370、大丈夫でしょう。7350、まあ黄金の夢いきます。いやもう当たったかのように感じるよねこれ。OK 行こうか。もうオールジャパンアンダー23ワールドですから大丈夫。まあ安心しちゃダメだけど、当てよう、しっかりで、赤タイトルーゴールデンゴール、ゴールデンゴールド。大丈夫大丈夫大丈夫、なんだったらオールジャパン行っていいよ。いけ、赤カットイン、もうこれで当てようなありがとう。よいしょ、
すごい、これこれはすごい、本当にこのかっこよさはすごいよ。三世さん本当にすごい、頼む頼む、バトルボーナス、バトルボーナス、全力ビクトリーボーナス。いや逆にね、最後に来たから変われ、変わることはないのか。チャンスアップ、もう見逃しません。まず赤タイトルスタート、赤オーケー、緑ボール、相手フランス、あれあれ、フランスチャンス、フランス7割ぐらいあったと思います。でゴールキーパーがね、外国の方でなければチャンス、てか当たりじゃなかったっけ。あとボタンで、ボタンボタンボタン、これボタンありだしでだいぶ変わるって、やばい、いけ、よしよし、ありがとうございます。入りました。あのね、急にこうやって急に入るから、ボーナスはもう終わってます。うまいうまい。で歌ね、歌はね、明日へのゴールに、これはね前からずっと聞いててすごい好きだった。目標は今2桁、はい、いっ、待ってよ、大丈夫、危ねえ危ねえ危ねえ、危ない本当に。でもマジで危なかった、マジで駆け抜けるかと思った。いけ、いや、なんでだよ、逆だろ、なんで、頼むよ頼むよ、よかった、なんでよ、もっと早く当たってくれよ、怖い怖い怖い、よーし、響きと流れ星見てなーい、ミク、オッケー、とりあえずまくりましょう、はい、あー無音、マジ一瞬の無音すぎて機械ぶっ壊れたんかと思いますわ、はい、オッケー、もうああいうの1個だけで大丈夫ですか、いけますいけます、うおー、マックス取ってた、クエストラ、エクストラからの凱旋行進曲っていう、もうまんままんま検査、よーし、いきますか、はい、3、よし、 OK、 もうねめちゃめちゃ早い怪奇現象だと思っていただければ大丈夫です。あのセカンドシーズンの違和感を探しましょう、皆さんで違和感探し、お久しぶりでございます、違和感操作隊のメンジューでございます、見せます、 OK、 横回転違和感です、いや渚は進行打法ですね、これがいきます、はい、違和感ブラックアウトですね、まあ、最終的にこれを打って一番気持ちいい違和感を見つけたいと思います。まくりましたね、合わせ球の方が5700発が超えてるんで、よしよし、あとは伸ばすだけ、これを機にもうマイナスを消したい、違和感違和感、よし、赤背景、赤フラッシュ、図柄赤フラッシュしましたね、違和感探していきます、レッツゴー、オーケー、ボタンを押すとモード変更ができるとは書いてあったんですよ、オーケー、一発告知モードにしてます、オーケー、もう一緒じゃね一発告知どうぞ、一発告知、一発告知モードだよ、じゃあやばい、あー危ねえ、よかった、じゃあ一発告知やめます、通常告知からいきます、いやダメだ、ラスト、いやあ、なんか見たことない背景、これ絶対復活するって、あ、そういうわけじゃない、え、でもあんな、
やつ見たことないよ。まだだ。あ、全然普通に終わりました。いや面白い、めちゃめちゃ面白かったっすもん。12連ですかね、12連の、まあまあ5000発ぐらい取れて合わせ今7500発ございます。素晴らしい。はい、というわけで今ラッシュが終わったんですけれども、右多分1位2位争うぐらいの消化の速さだと思うんですよね、僕の中でぐらいね、マジで速すぎて、まあ、やっとね、あの時代が俺に追いついてきたかぐらいな感じなんですけれども、で、まあ、12連と 94% にしてはちょっと連チャンも少ないし、ただまあ初当たり軽いから7500発今持ってますよと、まあ、次多分最高のビッグウェーブが僕は来ると思います。7500発まあちょいプラスぐらいで買えるぐらいなら今のこの状況を利用してバイプッシュしたい自分がいます。次ビッグウェーブ出してかっさらって帰ります。あ、じゃあ美味しい茶葉までリーチかかってるよ俺今。これ次バカ出しして美味しい茶葉手に入れて、美味しい草を味わって帰ろうや。ねえ兄貴、美味しい草あるんだろ。静岡美味しいね、草で有名だからね。あ、楽しみだな兄貴。極上の茶を用意してくれよ、極上のブリブリので。カスタムは酸性フラッシュ多めにしています。ただし説明的に書いてなかったんですけども、酸性フラッシュしたら当たりは当たりなんですけども、右入るか入んないかっていうのはちょっと不確かなところがあるので、僕は入ると信じて光らせます。もういつの間にか少年サッカーからもうプロのね世界まで行っちゃってるからな。お、待ったおかよ、先読みか。いや、これなのか、ここなのか、世界の扉次の保留だと思ってたわ。赤イルミはいいよ、いけるよ。ヒールリフト、今日初めてのヒールリフト。5000、6000、7000、8000、9000、9000、華麗なるドリブル、9万、あれ足りない、あ、でも今日長い、今日だよ、今回長い、いつも2回なのに、いや少な、3回は珍しいのに、いけんだろ、大金の夢、オーケー、ゴール、ここよ、ここ、ジニアユース、あー、タイトルもデフォルト、お、赤チャンスアップテロップ、昇格しろ、ワールドユース、にゃーっ、赤カットイン、ボタンでかいけど当たったわ、よったけど賛成フラッシュしてない、やばい、いや頼む、サンズガラだから頼む、入ってくれ。あー全力バトル、バトルいつも通り頼む、全力ダメ、赤タイトルでもない、いやまずい、回転は割と早く2500発ぐらいで当たってくれたんですけど、いや大丈夫か、大丈夫、賛成フラッシュ多いだから掴んできても入る、ボタンボタンボタン、やばいやばい、いやダメか、フラッシュしないとまずい、はい、よっ、フラッシュしろよ、やった復活の仕方が独特よし、素晴らしい、まあ、ここでしっかり連チャンさせて、まああの源さんよりすごいんだぞというところを、ね、お見せできればなと思います。歌はね、パーフェクトビクトリー、はい、いいね、流れ星よ、もう流れ星分かりやすい、もうね、だからさっきも言ってるんですけど、何かあればもう当たりっすから、で、もう始まってるわけですよ。ティーマーで早いよこれ、千空ちゃん、いきます、
あし、このでもブー開いてんですよまあまあ言っちゃえばキャプテン翼じゃなくてもいいとは思うかもしんないけどね、もうパンパンだから。でもキャプテン翼だからいいんですよ。歌はパーフェクトビクトリー、いい。でさっき見たらやっぱ10ラウンドもちょいちょい取りつつ、もうすぐバイブバイブバイブダンバイダンバイ、よっしゃ、危ねえ危ねえ。1分半で1500発は素晴らしいよ。打ってる最中タイマー出ないからどこでスタートしてるか分かんないけど、いきますもう回転する意味ないって。でこれで2000発いきますし、2000発、ありがとうございます、ありがとうございます。もう言う前に当たってる。いや気持ちいいぐらい振り切ったシンプルだと思いますよ。これ伸ばしていこう、ありがとうございます。ケツがビクトリーしてるよ、ケツがビクトリー。いやじゃあこれ本当になんだろうな、ゴッドインターみたいな。何が好きか分かりました僕。あのね、増え方、弾の増え方が初代ゴッドイーターと同じ増え方なんですよ。一弾ずつこう加算されていくんですよ、3000発だから好きなんだ俺。あの無限に増えてる感じがするんですよ、出玉以上に。見てて気持ちいいですよね、数字が上がっていくのって。明日へのゴール、はい、やばい、ここで決めとこう、やばい、ラスト。いや大丈夫、ラストはリザルトなんで。てててててててこい、待って、大丈夫、こっからもあるから、こっからまだ一回も復活してない。若林、94% なんだよなこれ。はい、ということでぬるっと連チャンしまくって8連ということになりました。だいぶ皆さんに見ていただけたのではないかなと思います。まあ、めちゃめちゃ楽しかったです、マジ早い。もう一発狙うのもありなんですけど、時間の兼ね合いで U タイム付きでちょっと今ギリギリな段階だけども、一発狙いたい。今の引きならいけると思う俺。他の台見渡して一発狙えるのがあったらそっちを打っていきたいと思います。ぜひ見つけたら打ってみてください。ど根性寒いよ、おいでおいで、はい、おいで、はい、ということで、ちょっともうギリギリなんですけれども、静岡駅に来ました。やっぱ静岡名産といえばお茶じゃないですか。あ、この食材館にあるらしいのでちょっと買ってこようと思います。ちょっとまず行ってきます。竹明堂のおティーでございます。なんで僕の出玉の半分はお手に消えたんだけど、だけど飲みたかった。森茶、掛川茶、川根茶、本山茶の4つの茶葉になります。全部飲もうと思います。お茶の飲み比べができない、あの茶葉しか売ってないから。そう思ったでしょあなた。ちゃんと買いました、清水のお茶。飲み比べしたいと思うんですけれども、私これただこれだけ飲んでもね、美味しいうまい分かんないので買ってきました。あやたか多いお茶、ヘルシア、そしてこの清水のお茶、この4つで、まあ、味比べして俺全部当てます。あの割とお茶マイスターなんで僕、しっかり当てて、まあ、エンディング締めくくればなと思います。どうも、うん、 OKOKOK。オッケー、これはね絶対わかる、これはすぐわかったわ。はい、うん、ラスト、これね俺いけますよマジで。じゃあ開けます。じゃあ1番目、清水のお茶、2番目
ヘルシア、3番目あやたか、最後多いお茶。どうだこれで。俺ケツ2個間違えてましたね。あのね、言い訳じゃないです、言い訳じゃないですよ。ヘルシアでだいぶ味覚持ってかれたんですよ。ヘルシアすごい特殊な味で、うっ苦ってなるんですよ。でもこの清水のお茶分かったのすごいと思います僕。あの今まで飲んだことない味したんで美味しかったです。なので皆さんぜひ飲んでみてください。はい、というわけで、以上お茶巡りチャレンジとなります。はい、そして今日の結果ですが、投資が5375発、回収が9000発ということで、まあ快勝ありがとうございます。まああのキャプテン翼打ちたくなったよと思っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ皆さんなんかいいお茶があったらぜひ教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。現像面白そうだと思っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画で頑張ります。もっと